ダサすぎる自分が投票に行ったからって変わんないと思うから行かない。 はっきり言います。大人として恥ずかしいと思え。だって高校生が今選挙権がないことを悔しがってんですよ。大人が選挙行かなくてどうするんですか投票権がない子供たちがいて、その代わりに僕らが選挙をやってるんですよ。なんなら非選挙権もね、ある程度の年齢にならないとないんですよ。で当然このおっさんはね、非選挙権があるから、それを行使するわけなんですけど、選挙権持っててね、行使しない大人はね、まず謝れ高校生に。っていうぐらい僕は真剣に怒ります。投票に行かない大人に対して。こんにちは。 今回は6月2日の YouTube ライブの様子をお届けします。秋高田市長としてのライブは残り2回。ぜひとも最後までご覧ください。しまったね、今日画質の点検もあって、ちょっと早めにオープンしてみたんですけど、あと7分ありますね。<laughs> テストするにも、もうマイク、音声も大丈夫で、画質も安定してたら言うことないじゃないですか。 キレ気味 <laughs> まあいろいろいきますかまた後で改めて乾杯はしたいと思うんですけどひともとお疲れ様でした今日は全国的に晴れてたのかな秋田方市はわりかし天気良かった気がしますねと言っても <laughs> なんだかんだで打ち合わせとか市役所に行って仕事をしてたので外がどうだったんだろうな天気良かったのかな昼間 高かった気がしますね。<laughs> 東日本の方は雨でしたあ、関東は雨でしたっていう。なんか、風が強かったかなうん。いや、横浜は豪雨でした。あ、違う違う違う。<laughs> あまりにもまったりして、ね、オープンの時間が早かったから、油断をするっていう悪い癖が出ましたね。癖。<laughs> せっかくなんでね、あの、スパチャー読んでいきましょう。かなり早い段階から、 赤スパーいただきまして、1万円いただきました。ありがとうございます。今日も配信ありがとうございます。私事ですが、広島へ出張した。<laughs> 足を伸ばして、秋高田市お邪魔した。めっちゃ伸ばしましたね。市役所から始まり、セブンイレブン、夢タウン、稲田砂防、毛利元りの墓博物館、道の駅。<laughs> そして、福寿荘で宿泊。<laughs> もうね、 秋高田市マスター認定します。そんな制度ないけど。いや、それね、それだけの名称を回ってる方はそんなにいないですよ。のどかな風景を見て心が穏やかになってる自分がいました。来週の神楽関西公演も楽しみにしてますって、来てくださるってことかな。はい、もう来週ですね、6月の8日土曜日お待ちしてます。続いて 先週姫路でのツーショットお礼で赤スパしたところ大好きな彼女に「スリーショットでしょ」と捕まりました <laughs> 確かそうでしたね <laughs> 2人じゃなかったですねはい2人プラスワンでしたそうですね彼女の方とも握手をしましたねああ今回もお礼に変えて変えさせていただきますいえいえこちらこそありがとうございました昨年12月から6回鼻手で、ね、秋田が大気をいただき食いすぎ 1> 月1ぐらいで食べてるじゃないですか。それ、あの辺の近所の方ぐらいじゃない <laughs> 他にも、川根のゆず、湯の森、藤氏村、八千代。<laughs> へぇ、あ一通り言っていただいたんですね。よし、じゃあ、秋田方、マスターとして今、認定しました。<laughs> 市長が特に認めたっていう例 <laughs> うん、西宮の関西公園にもお越しくださるっていうことではい。 ありりがとうございまます美和子より愛を込めてアカスパ頂戴しました滋賀の方かなもう一個、副市長と同じく私も長生きしたいと思えるようになりました。これからも秋田方市長と秋田方市を応援したいと思います。ありがとうございます。教育長ですね。長、うん、井さんです。長井さんがこの前ご挨拶行った時にもうちょっと長生きしたいと思うようになりましたっていうふうに言ってくださいました。 あ、これちょっとまた、本編というか、21一回ってからいいのかな長い教育長と、先週の水曜日かなイベントがあったんですよ、秋田方市内で。ミートアップっていう、このオンラインじゃなくて、本当にミートアップ、なんだ、オフ会か、集まるので、中学生、高校生と語ってみるっていう会があったんですね。で、そこで、まあまた、例によって、 あの長い発音からいい話が出てたんですよ。これあれは記憶にしてないのか公開をする予定になってなかったかなうんあそこにいた十数人の中高生と、まあ、僕も含め市役所職員しかそれを聞いてなかったのが実に惜しいな悔やまれるところなんですがよかったらぜひ 長井教育長に講演会のオファーとか出してみてください。勝手に勝手に売り込む。<laughs> うん、受けてくださるんじゃないのかな。ね、長井さんに教育とはなんぞや教育論とかね。もしくは何だろう、何度これまでの長い発想の人生を聞いてみるとかも面白いと思いますね。うん、いや今日は通信環境がなんと安定をしている日。 窓ガラスを開けるとこんな世界が広がってたかっていう皆さんそういう経験ってないですかないもしあのルーターの調子が悪いと思ったら窓ガラスとりあえず開けてみたら <laughs> 意外に <laughs> 意外や意外 <laughs> たったそれだけで今日も多分まあまあ画質いいですよねはいなんか画質いいとねいいであのちょっと41歳のおっさんなんで、ね、あんまりきめ細かく映ると <laughs> この <laughs> なんか白髪が目立つかなとかやっぱり30う違うな 35? ってか市長になってからかな <laughs> なんかこう白髪がねやっぱり目立つようになってきたんですよ、まあ、これじゃさすがに分かんないかあの特に何にも白髪染めもしないんですけど、まあ、ゆえにこの、ね、なんかちょいちょいこの目立つようになってきていや4年並みには勝てませんなみたいな。 というのを感じるところです。でなんだっけあ、ガスがいいという話ですね。はい。というわけで、あと2回のうちの1回です。サンフレッチェ広島が昨日のジュビロ岩田戦で見事勝利しました。で昨日の試合は、秋田方市のスポンサードゲームだったんですね。これは負けられない戦。まあ、秋田方市的には、その主張的には意気込んで、 観戦に行ったわけなんですけども見事勝ってくれました本当に素晴らしいゲームだったなと思います試合が終わった後にスキペ監督とも話ができました <laughs> 実は2月の必勝祈願の時にこれ動画にも残ってますけど日本語と英語を混ぜてスピーチしたんですねでその時にこれが最後の挨拶になるかもしれませんってまあ、英語でだけ言ったら。 その後とに、まあ、帰り際に、スキベ監督が、今までありがとうつって、これからどこに来るのって <laughs> 質問されて、その時には、まだ秘密ですって,って、考えてますって言って、お茶を濁したんですけど、まあ、そういうのもあったので、数ヶ月、3、4ヶ月経って、あついに決めたんだねっていう話を、はい、スキベ監督と最後させてもらいました。でね、秋田方氏を 任せましたって言って。で、そしたら、なんて言われたかなあ,あ、これからもサンフレッチョ応援してくれるのみたいな、うん。みたいなとかというふうに聞かれて、もちろんですって言って。はい。最後ね、固く握手をして、あの、スタジアムを去った次第です。なので、試合の結果もさることながら、すごく立派な、新しい、広島のシンボルになってるスタジアムで、 見届けられたっていうのが本当に一生の思い出になったなと感じましたちょっと知ってる方もあるかもしれないんですけどと、まあ、主催者というかスポンサー側なんでスポンサーなんで隕石が用意してもらえるんですね VIPC とかそこにと中学生と高校生の生徒会長たちを招待したんですよ全部で十何人かななもちろん感染するだけじゃなくてら ルーム、ビップ席って裏のね、ラウンジで飲み食いできるんですよ、バイキングでね、ちょっと豪華な昼ご飯があるんですけど、それも彼らに経験してもらって、めっちゃ喜んでましたよ。<laughs> バイキングね、2週間、なんならハーフタイムにも食べに行ってましたよ。<laughs> 若いなと思って、デザートとかもね、あったんですけど、いやー、こんなに美味しいデザート初めて食べましたみたいな、喜んでくれてたのが、すごい印象的でした。 でもそれを思ったのは、何、うん、だろうな、こういう田舎に生まれた、育った彼ら、まあ僕自身もそうだったんですけど、うん、それでも世界にね、つながってるんだと、世界が広いんだっていうのを知ってほしいなと思って、そういう機会を提供してみた次第です。で、他にはね、地元のサンフレユースが通ってる吉田高校は、全校生徒を スタジアムに招待して300人かな、うん、で自分と同級生が目指しているなんなら今現役の高校生でプロ契約結んでいるので,で自分の同級生がプレーをするプロの場を、うん、彼らは一緒になって見てくれたっていうのもあってうん、なんかもうね感無量でした、うん、あれ以上の思い出はなかなかないかなっていう。うん 感じました是非ねこれからもサンフレッチェのサポーターの皆さん特にでさらには J リーグサッカーを応援してくださっている皆さんにサンフレッチェと秋田方史をよろしくお願いしたいなと思ったところですはい本当ありがとうございました <laughs> 市長は以前カンピシについて言及されていました申し、うんうん、が民を性善説で捉えていたのに対しカンピシは性 正悪説かの立場に立っていると言われています。カンピ氏は人を愚かで利己的ゆえに法でよすべきと説いていますが、首相ご自身は人を生まれついて善良である。法によって制御すべきものである。という二つのきっ抗する説の相手言えばどっちですか僕はカンピ氏ですね。カンピですね、まあ。カンピってキングダムに出てきますけどね、確か。なんだっけな。理解でも言ったことがあるんですけど。死 <laughs> をもって愚に解けば必ず聞かれず。 これね、誰も分かんないからしれっと悪口を言うっていうね、<laughs> 議会で。<laughs> よかったら切り抜きまとめ動画職人の方見つけてみてください。僕、どっかで言ってますよ、ね。議会で説明すること、答弁において、賞を持って具にとけば、必ず聞かれず <laughs>、ね、目の前にして言ってますから。で何が言いたいかっていうと、なんだろうな、人の弱さみたいなものってあると思うんですよ。 完璧じゃないっていうかね。うん、その意味で、性悪説というか、完備の考え方っていうのは妥当な気がします。うん。なんか、法によって制御すべきっていうのもまさにそうですけど、それがなかったら、なんだ、こう、野生のまんまでいいじゃんみたいな。ね、社会として成熟するってなんだろうってなるので、うん、完備寄りかなと思います。はい。<laughs> あ、でも本当に今日はあれですね。 画質がいいから僕の白髪が目立ちますね。<laughs> 孫が生まれた。ああ、おめでとうございます。飽きた方の子供たちも元気に育ってくださいねとスパチャをいただきました。お孫さんが生まれたのか。でも最近、孫がいるこの方は女性、男性わかんないなお。おばあちゃん、おじいちゃんってなんかすごい若かったりされますよね。なんか自分の中の おじいちゃんおばあちゃんって結構シニアなイメージだったんですけど最近全然若い感じのおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃってびっくりすることがありますおめでとうございましたかのアン・サリバンはヘレン・ケアにこう説いたやる前に負けることを考えるバカがいるかとこれ言ったの猪木でしたね <laughs> これそのものがあれですよねネタのセリフですよね 何者なんですかねなんかその引き出しの多さは一体何で培われたんですか職業何でらっしゃるんですかなんか雑誌の編集者とかメディア関連の人なのかななんかサブカルにもねやたらに強くてらっしゃるんで <laughs> いつもありがとうございます <laughs> あ。あ映画を見ましたと平日の夜の会を見たんですが結構人入ってました関心の高さを感じました。 年配の方も結構いた気がしますと。おお、あ、そうですか。よかった、よかった。でも、僕、中身がどんなものか、全く知らないんですよ。<laughs> なんか、最後の方で、金ゆき議員とのやりとりが良かったとか言われても。どのシーンって。<laughs> 金ゆきさんとのやりとり。なんだろうな。金ゆきさんと。なんか、個別に <laughs>。やりとりが少なくないんで。 なんか自分の中の思い出、記憶って、すごいいっぱいあるんですよ。なんか、ね、いきなり、小室に入ってきて、師匠頑張れよ負けちゃいけんねみたいな、なんかグータッチして帰るみたいな。あほん嵐のようにね、来て、嵐のように去ってく。<laughs> そんな熱い男ですね。カレキさん。カレキン。はい。映画まだやってんのかなしばらく。 東京都、他でも始まってるんでしょうか、ね、よかったら、ぜひまた見て、ご感想等も教えてもらえればなと思います。<laughs> あ、そうそう、あの、野良チャットに、声の大きい議員の人、そうです。声の大きい議員の人です。<laughs> もうちょっと落ち着いて質問されてもいいかなと思わなくはないんですけどね。一見 の米村副市長さんですが頼もしい弁慶のようでもあり菅はどんな方ですかあ <laughs> 弁慶いいですね。僕が牛 <laughs> 若丸なのかな <laughs> それは面白いですね。<laughs> うんでもそのイメージの通りだと思います。頼もしいですね。本当に安定感のある方で県庁の職員を長く務められて秋高田市の前に庄原市っていう <laughs> 広島の北の方にある市でも副市長を務められてた方です。もともと秋田方市の出身なんですよ。なので地元のことも行政のことも熟知されてる方。うん、おそらく僕のような、まあ、ここ出身だけど長く外に出ててで帰ってきて、まあ、行政経験があるわけじゃないっていうような人物にはうってつけの。<laughs> 相方だったのかなというふうに感じます。うん。なんか、米村さん、それまで全然面識がなくて、副市長に来てもらって初めて知った方なんですけど、うん、米村さんみたいな人と一緒に仕事ができて、本当によかったなって思いますね。なんて言うんだろう。まあ、それまでの銀行員人生も、うん、まあ、いろいろ、いろいろというか、めちゃくちゃ得るものあって、 うん、成長はさせてもらったなと思うんですけどなんかそれとは違う、うん、自分のこうなんていうんだろう能力値パラメータをねこう <laughs> なんか伸ばさせてもらった気がしますでもそれはとにもかくにも米村副首相という方があって成り立ったことなのかなって思います、うんうん、本当にこの4年間で秋田方氏が 前に進めた。それは、米、う、村、ん、副首相のおかげだったなと、今、しみじみ感じているところです。あ,あ石丸さん、あ、選挙応援しますと。うん。泉房夫さんと対談をぜひ見たいですと、方法。うん,ん。泉さんは5回の選挙で、国政政治家を入れ替えて、日本をよくしようと。うん,ん。石丸さんは時間かかる国政よりも十数年で東京都と土地方の連携を進めて、日本をよくしよう。うん。ちばしも泉さんもこんな感じに。 地元と日本をよくしたいシーンで動いていると,と感じましたと。あ,あなるほどね。うん。あ,あいいですね。なんか面白そうですね。なんだっけ。自分は逃げながら戦う。ね、お前たちは追いかけながら戦う。つまり、挟み撃ちの形になるってやる。これはわかるかなこれはわかるかな <laughs> つまり、挟み撃ちの、カエルの声がする。<laughs> カエル泣いてますね、今。 上がるかな挟みちのあそうポルナレフジョジョです。最後、デュオと戦うシーンですね。いや、さすがだな、皆さん。いいですね。ジョジョやろう。いいですね。ジョジョはやっぱり、なんか、レッスンの率がいいですね。あと、なんだっけ、東国原さんも加えたあで。元首長経験者の方が、うん、また改めて、立ち上がってみるっていうのは、 やっぱりすごいエネルギーになるんじゃないかなと思いますね。あの、僕のお仲良しのね、沢ちゃん、<laughs> もういてくれますし。沢ちゃん、今度、今度っていうか、来週か、一緒にイベントに出させてもらうんですよ。大阪であるイベントなんですけど、はい、そこで対談というか、一緒に、ああだこうだ、<laughs> ディスカッションをしていきます。ね、またご縁があったら、泉さんとか、東国原さんともお話がしてみたいなと。 思います生、なんかなんだ、<laughs> 7万8800円の赤スパをいただきました、はあ。ありがとうございます。いや、ほに嬉しいです。<laughs> でも、コメントが辛辣すぎる。<laughs> 読むのをためらうぐらい。バカを相手にしてたら前には進めません。<laughs> 適度に付き合いながら前に進んでいきましょう。<笑><笑> まあね、そういうのもあるかな。構ってらんないっていうね。でも、なんて言うんでしょうね。こう、批判ってのはあり得るし、必要なものだという立場でいます。誹謗中傷はダメですよ。うん、根拠を持ったね、批判。それは、相手のためであり、自分のためになる。ひいては、社会のためになるっていう批判。これは、しっかりとやっていくべきだと思うので、うん あ、そうか。それはバカとは言わないか。<laughs> 確かに。<laughs> 確かにそうだな。<laughs> ねえ。血を持って具に解けば必ず聞かれずながら、さっきの話か。<laughs> はい。あの、適度に付き合いながら、はい。行くように学びたいと思います。<laughs> もうスパチャはすまいと思ったのですが、ついしてしまいました。<laughs> 毎度どうも。ね、でも、秋高田市民の方であれば、 うんまあ、ここへのスパチャーがねまた <laughs> 巡ってくるちょっと手数料抜かれながらってのあるんですがでもなんて言うんでしょうこの、まあ、5000という金額もさることながらこの市政市長であったり議会であったり議員に対して興味関心を持つで口を出すと意見を述べるこれが本当に大事なので僕石丸真二 秋田師匠に <laughs> だけ言うんじゃなくてこれからも広く姿勢に口を出していっていただきたいなと思います嬉しいなあっという間に30分が経過してしまうんですけど最近あったさっきねあの一旦取っといた話をさせてください今週先週今週かまあ先週か長い教育長とイベントに出たっていう話です 中高生の生徒会長たちが集まって意見交換をしたんですね。で、そこで、まあ、大概また長井さんがいいこと言われてたんですよ。これはね、記録に映像残ってない、公開されないかもしれないんで、なかなか僕からここで代理で言わないんですが、もし可能ならまた何かでお伝えします。で、その後、長井さんから聞いた話、こっちを紹介します。何かというと、生徒たちがすごい立派なことを言ってたと。ですよね。 僕オンラインで参加してたんですよ。なので、その、なんか、座談会というか、ありがとうございましたの、あと、その会場で、また、長井さんのところにね、彼らが、彼女らが来て、わーっとね、いろいろ言ってくれたらしいんです。したら、ある生徒が、長井教育長に、高校生がね、長井教育長、私は、今自分に選挙権がないことが悔、悔しくて、悔しくて、悔しくて、って言ったらしいんですよ。 高校生がですよ。教育承認。悔しくてを3回言ったっていう話を聞きました。もうね、どうです皆さんこれ。僕が市長になるときに掲げた公約の一丁目一番地、三つの柱の一本目、政治再建。完璧じゃないですか自画自賛。あまり自画自賛しないように。 気をつけてるんですけどいやもういいでしょ <laughs> 高校生が選挙権を求めてるんですよ投票したい選挙に行きたいでも今自分にはその資格がないだから悔しいって思いを教育省にわざわざ伝えるここまで来たんです秋田がた氏は4年間で今というかこれまでも日本全国あらゆる選挙で投票率が下がってまあ若者が特に選挙にがんと 嘆かれてきたわけじゃないですか、若者の選挙離れね。何を言っとんだと。まあ、若者って言っても大人ですよ、選挙権あるんですから。なんなら20代、30代で選挙に行ってない人も少なくないと。で、その時の理由が、自分が投票に行ったからって、何も変わんないじゃない。変わんないと思うから行かない。っていう言い訳。くそダさい。はっきり言います。ダサすぎるよ。 大人ととしして恥ずかしいと思えだって高校生が今選挙権ががないことを悔しがってんですよ大人が選挙行かなくてどうするんですかっていうのをこの前永井さんに教えてもらっていやーうちの高校生は本当に立派になったというか立派なんだなって思いました。 今ね、なんでかあの、0歳児に選挙権をとかね、<laughs> いろんな話は出てますが、その本質は選挙に行くかどうかじゃないですか。ね、投票権がない子どもたちがいて、その代わりに僕らが選挙をやってるんですよ。なんなら非選挙権もね、ある程度の年齢にならないとな,ないんですよ。 で当然、この差は、ね、非選挙権があるから、それを行使するわけなんですけど、選挙権持っててね、行使しない大人はね、まず謝れ、高校生に、子供たちに。と <laughs> いうぐらい僕は真剣にもう本当に怒ります。投票に行かない大人に対して。まあ、それはかつての自分も、もしかしたら含みますけどね。まあ、僕も言っても、全部の選挙行ってなかったと思います。なんかね、仕事が忙しいとかね、何かにかこつけて。 ほんとくそダサい大人でしたね。情けない、申し訳ないです。うん、なので、今の子どもたちの分まで、皆さん政治やりましょう。うん、という、秋田方氏の高校生のご報告でした。うん、かっこいい高校生が。はい。と、ちょっとテンション高くなったところで、落ち着こう。いかがでしたでしょうか。今後も秋田方氏に関わる動画をお届けします 動画が良かったという人はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。